こんにちは、周平です。本日は、腰の動きをやります。なんですけど、ダンスホールの、腰の回し方をちょっと自分なりに研究したものを今日やろうと思うんですけど、他と違いはないと思うんですけど、一番はやっぱその骨盤だけを動かす、なんか足の勢いとか使ったりとかじゃなくて、ここの骨盤の部分をこうちっちゃく動かす回し方をちょっと今日できたらなと思います。はい、それでは早速始めていこうと思います。まずスタンスなんですけど、必ずアウト、足アウトにしてもらって、まあここ無理なしでいいんですけど、低めにで、この低さはまあちょっといける人は低くしてもらって、うん、なんですけど低くできないっていうのはちょっと困るので、ちょっとだけちょっとだけ落としてもらって、はい、まずこれをしっかり作ってもらって、で足の裏がね、結構アウトになることは結構簡単だと思うんですけど、この辺からしっかりアウトになってるようにちょっと意識してください。で、どんどんアイソレやってる間にちょっとここが緩んできたり上に上がってきたりすると、これもまたちょっと変わってくるので、ここが一番ちょっとスキル的なものっていうよりかはしんどさになっちゃうんですけど、必ずこれでキープしてください。はい、したらまず一番わかりやすく骨盤だけを動かすので、手で骨盤掴んじゃったらいいですかね、掴んでもらって、でまず今日はですね、基本は右回しだけやっとけば、反対回しもね同じ要領で練習できると思うので、右回しだけいこうと思います。はい、まず前後の練習からすると、骨盤を上に上げます。上に突き上げる感じ、うん、でこれ結構ね勘違いしやすいんですけど、こうねフラフープをねこう回すように回しちゃうとなんか変な感じになっちゃうから、腰だけは前に出すっていうよりかは上に突き出すってイメージでやってください。なんで骨盤がこうあったら上にクイッとやる感じです。はい、後ろも一緒、後ろにプリッてやるんじゃなくて後ろに突き出す。はい、でこの時に注意点は、腰を前に上に突き出すんだけど膝が伸びたりしないように、膝はこの位置で骨盤だけが高い位置いく。はい、後ろも一緒、後ろに突き上げる。はい、前後ろ前後ろ。はい、これ覚えておいてください。うん、で左右も一緒、横にフリフリフリってするんじゃなくて骨盤を傾けるので右の骨盤が上がります。でってことは左の骨盤が下がります。骨盤がこうなりますね。はい、こうですね。はい、反対側も右の骨盤を落として左が上がる。カクカクって感じか、カク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 、こういう感じ。うん、だから結構横に関しては上げる方をめちゃくちゃ意識するよりかは骨盤を下げる方を意識した方がいいかな。右を上げるんだけど左の骨盤をドスンと落とす感じ、ドスンと落とす感じ、うん、だからシーソーと一緒ですね。こっち下がったらこっちが上がる、うん、OK、 はい、こういう感じですね。これを基盤にやっていこうと思います。なんで右からいきます。まずちょっとロールを意識するので、あんまりガッてある筋力でやるっていうよりかはじわーっと持ってきて、はい、右そのままさっきやった後ろにつなげます。後ろ、はい、そのまま右の骨盤を落としながら左の骨盤が上がる。ここね、次がちょっと難しいんだけど、おへそを潰すイメージ、ぐーっと、はい、このまま4つね、右後ろ左前、右後ろ左前。練習するときは、4カウント2カウント1カウントでやったらいいかな。うん、4だったら分かりやすいよね。右後ろ左前、ワンツースリーフォー、ワンツースリー、ツーカウント、ワンツースリーフォーファイシックスセーブ、シングルワンエンツーエンスリーエンフォーエンファイブシックスセーブエイトっていう流れでね練習していったらいいかと思います。で、この時にさっき言ってた膝が
だんだんこうなってきたり体勢が上がってきちゃったりするとあれかな。で先に言っとけばよかったんですけど、なんで落とすかっていうと、あの要は骨盤だけを回したいから、こっち伸びちゃうとちょっとこう膝が入ったりももが動いちゃったりしやすいんですよ。はい、っていう意味で結構がっつり落としてこの状態で、うん、やった方がいいかなって思います。はい、でそうですね、あとでちょっと曲で4カウントから回して2カウントつなげていこうかなと思います。で今日は、もう一個それに腰を入れながらちょっと膝入れたり肩入れたり、他の部分もね一緒に動かしたいので、一旦これが基盤にちょっとできるように練習してくださいっていう感じで、はい、大丈夫そうですかね。はいです。もう一個ね注意しなきゃいけないのは、あのよくありがちなんですけど、腰回す時にワンカウント目にめっちゃ気合い入れる方多いんですよ。あのワンツースリーフォーファイみたいななっちゃうと、これはね勢いで回しちゃってることになっちゃってるから、なるべくあの音に乗って回したいから、ワンもツーもスリーも全部フラットの力で、なんでスタートから必ず、うん、早い回し方でもスーッと入るように、はい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 ならないように、うん、えい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 って感じでいってください。であとは多分ね、大概ね人間のね構造上と言ったら変なんですけど、ちょっとプリッとしてるのって多分意外と簡単なのか分かんないけど、ここは行きやすいんですよ。なんですけど腰前に通るのがねちょっと難しくて、多分だから要は腰回しでいうここね、ここは結構誰でもって言ったら変ですけど割かしの人ができると思うんで、逆にここ前半周の、そうですね、半周で例えると後ろ半周前半周の前半周をしっかり絞って、うん、多分後ろ向きで見せるときとかって、あの多分後ろ半周がしっかりできとけばいいんですけど、結構あの 前向きで見せたいので、なるべく後ろはちょこっとでもよくいいんだけど、前はしっかり通って、うん、そうだね、得意なとこばっかりいっぱい通るんじゃなくて全部均等に、後ろもこれだけ通ったら前も均等にっていうのをしっかり意識してほしいかな。はい、っていう感じです。それでそれによくあるちょっと膝をねパクパクしながらね腰を回すの、これねめちゃくちゃ難しいですけど、これをちょっとねさらに応用していこうと思います。はい、でこれめっちゃカウントでいくと右後ろの時はアウトのまんまでいいです。右後ろ、はい、左前に差し掛かった時に膝を中に入れます。膝を中に、はい、こういう状況ですね。で内股っていうところまではいかなくていいんで、あの要はバランスボールってあるじゃないですか、大きいバランスボール、それをちょっとねくっちょびっと圧縮するぐらいのノリ、うん、でその時に足の裏のここも一緒にこう動いちゃうとあれなんで、本当に膝の内側でちょっと潰すイメージ、このぐらいでいい。それを右後ろ左前の瞬間にちょっと圧縮しました。圧縮、はい、ここまで来ましたね。それを繰り返して1 2 3 4 5 6 7、こういう感じ。これめちゃくちゃきついね。これも2カウントでもやってみましょう。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8。で今日やりたいのはシングルまでいきたいので、それをシングルで1 and 2 and 3 and 4 and 5 6 7 8と、はい、ちょっと今のをね曲で一回やってみましょう。はい、しっかり、アウトで落として、閉じた時に閉じたまんまになるので必ず一回一回アウトに戻る。